TF-104G 戦闘機と共に飛行するボールズ8ボールズ8はアメリカ航空宇宙局が保有した NB-52B 試験支援機である。およそ50年間 NASA による様々なプロジェクトのために飛行し2004年に退役した X-15 実験機の母機として用いられ X-15 計画における106回目から199回目までの フライトにはボールズ8が使用された。ボールズ8は、ボーイング社にて、アメリカ空軍向けの RB-52B 偵察機として製造され、1955年6月11日に、初飛行を終えた。1959年6月8日、所属を NASA に移す。この際、X-15 実験機を搭載するために、パームデールにあった。 ノースアメリカン社施設にて特別回収が施された。以前の NB-52A 試験支援機と同様、右翼と機体の間に、X、X-15 を固定するためのパイロンが設けられ、X-15 の尾翼を収めるために、右翼公園フラップに1.8メートル X2.4 メートルほどの切り欠きが設けられた。1959年6月から1968年10月に、 かけて、ボールズ8は X-15 計画における、釣り下げ試験及び射出のために、合計159回のフライトを行った。1960年1月23日に行われた、X-15 計画における5回目のフライトでは、最初の射出が行われたが、この際にもボールズ8が用いられた。以後、X-24 実験機、ヒンメット無人実験機、 リフティングボディ実験、X-43 無人試験機、初期のペガサスロケット実験などをはじめとする複数のプロジェクトに参加している。2004年12月17日に退役が宣言された時、ボールズ8は当時運用中だった B-52 の中で最も古く、また H モデルではない唯一の機体であった。一方、 総飛行時間は運用中の b 5 2の中で最も短かった。ボールズ8はエドワーズ空軍基地の北ゲート近くに永久展示されている。ボールズ8の愛称は機体番号52から0008に由来する。アメリカ空軍の慣例で複数のゼロが先行する機体番号についてはしばしばゼロをボールと見立てボールズと呼ばれる。 ありがとうございます。